お宝に目がない私。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、あと 96% じゃなかった、あと 4% ね。じゃあ行きますか。我が剣のサビとなるがいい。かっこいいね、言うことかっこいいね。しかしどんどん入ってきよるよ。ちょっとさあ、とりあえず出発しますか。こっちの方向へ。ちょっと待って、結構なんか暗くなってきたの。一回寝る。あ、一回寝ようか。ちょっと、あ、でも今攻めてきとんよね。じゃあみんな頑張って。あ、そういう感じ。横に置いとんやね、その大弓を。じゃあちょっととりあえず、今なんか敵が攻めてきとるけん、よいしょ。あ、ビルドレベルが上げれるようになった、イエーイ。イエーイ。じゃあ鋼の剣5つ作ったこうっと。とりあえず今敵が攻めてきてて寝れないから寝れないからできることをやっておこうかなと。なになになに、またなんか思いついた。悲しそうね。アンサンド飾り、みんなで食べるように盛り付けられたアンサンド、料理しまうことができる。え、何それ、なんで今それを思いついたのかが私には全くわからないんだけど、どういうこと。え、どういうことなのそれ。とりあえず、おばあちゃんに届けますか。お、やっつけたやん。ってことはちょっと寝よ。寝よ。はい、おはよう。ね、なにこんなとこまでデインバリア。あれ？これは？アンサンドだね。え、アンサンド、いつ作った、そんなもの。え、待って、いつ作った、ちょっとよくわからないんだけど。え、私あれだよね、鋼の剣作ったよね、さっき。ん、謎。え、ものすごく謎なんだけど。あ、でも結構なんか施設整ってきたんかな、お城すごいね。あ、すげえすげえ。これどこまでなんやろ、後ろは。ここまでなんかな、よくわからん。まあ、じゃあとりあえずあのおばあちゃんのところにまた届けますか。よし。おばあちゃん、こっちの方角だね。それじゃあ向かいます。シュッ、来たよー。ちょっとダメージ受けた。どうも。おう、鋼の剣を5本持っておるようじゃな。世界中の歯1個と交換するかえ？します。はい。ひょひょひょ、では世界中の歯を持っていけ。めっちゃ武器手に入れるの、このおばあちゃん。ひょひょひょ、これで十分に武器が集まったぞ。え、お、終わり。ん、武器を集めて何をする気だったのか。じゃと、わしは心配性でな、武器に囲まれておらんと安眠できるんでな。じゃがこれでもう安心だぞ。成仏するとかじゃないよね、生きとるよね、ちゃんと。まあなんかこれで全て解決したらしいけん、ゆきかな。ということで、じゃあ目的地に行きますか。目的地もしかしてこっから近かったりする。え、線かな。どの辺目的地。ん、結構遠い。あ、遠いな。あー、でもこっちの方が近いんかな。じゃあこっちから行きましょうか。行くぜ行くぜー。でももしかしてこの山の向こう、こっち側から行ったらいいんかな。で、この辺登っていきます。うわ、なんか首狩り族おるんやけど。え、なに、なんか爆弾はおるよ。やめてよー。ちょっと待って、どういう、敵だ、分かってるよ。爆弾よ、なんかいっぱいいろんなのいる。こっちはこっちで危険なんですけど、
何ここ、あ、なんかそこに洞窟みたいなのあるけど、ここは別に何もないの。あ、ビルダーパズルや。え、何をどうするんやろここ。あ、周りのこれをなんかめっちゃ多いけど超多いけど、多分この辺土台までこの辺組み立てていくんじゃないかな。そういうことやんね。これ立体にしていくってことやろ。立方体作り上げるってことやわ。違う違う違う。はい、オッケー。全部使うんかと思ったら全然やったはい、これでフィルターパズルクリアー。簡単やった。はい、小さなメダルゲット。さあ、それで、あの場所やね。オッケーオッケー。うわー、骨とかあるよ。でも水はちょっと透明っぽい感じするんよね。あ、ここじゃない？見ろよ。何あれ、これが船？これが十魔兵団の軍船ってやつらな。早速殴り込みをかけようぜ。ふんふん、めっちゃなんかブロックっぽさが半端ないんやけど。待て、シド、実はすでに仲間が潜入しているんだ。うまく合流して弱点を探りたい。敵との戦いを避けたい。敵に気づかれぬよう船に忍び込むには。うん、飛ぶ？あそこの高台からカゼルマントルで飛べば船のどっかに降り立てないだろうか。ふんふんふん、なるほど。また今度はあっちまで行かないといけないのか。めんどくさいな、まったくよいしょー。でであっちにもなんかあるよ。あの辺も何かしら、なんかお宝箱あるやん。お宝に目がない私ね、今宝箱あったよね。くっ、あんな遠くからでも宝箱は見逃さない。ほらほらほら、あったー。何中身後ろからやった。これ石炭ゲットで、ここ何、何でもないの。井戸かと思った。違うん、別に何事もなさげ。なんか洞窟あるけど、あ、こっちにもあるやん。イエーイ。何ですか中身。あ、ハンバーガー、ハンバーガーゲットした。やった。作れんのかなめっちゃいろんなもの発見してく。いいね、良きだね。じゃあまあとりあえず行きますかね。よいしょ、結構なダメージ結構なダメージ食らった。あ、空腹。ちょっと待ってね。とりあえずあのもったいないんで、あ、なんかめっ、来たよ来たよ来たよ。もったいないんで、え、ちょ待って、え、ベイクドポテトはどこへ行ったの。あるやん焦るな焦るな私。はい、じゃあここから飛びますかね。みんな行くよ。なんかあっこ燃えよるな。なんでもないんかな。まあいっか、行きますか。じゃあここから、はっ、ベイクドポテト片手に、あ、ちょっと待って、そっち行きます。トン、やってらんねーっていうよりはなんか、は、何、見つかった、見つかってないよね。こっち見てねよし、なんとか潜入できたな。あとはどうやって仲間と合流するかだが。ああ、やってられねえせ。これは敵の声か。トロルの野郎がやられたせいで俺たちがムーンブルクを攻めなきゃいけなくなっちまった。この間のしけで船のケツにでかい穴が開いちまってるってのに、まったくしけてるぜ。牢にぶち込んだからいいものの、妙な人間には忍び込まれるし、最近は仕方ことばっかりだ。ぶち込まれてますよ妙な人間に忍び込まれたか。ひょっとすると潜入した仲間が見つかってしまったのかもしれん。急ごうやいな。船の後部に穴が開いたと言っていた。海に潜って穴を探し、そこから忍び込もう。ふんふん、行きますか。イエティいるんですけど、ちょっと待って。危険だね。じゃ、その辺、なんか出っ張ってる部分。ほっ。落ちた。あ、そこなんか。なるほどね。
じゃあここから入りましょう。よっ、ふう、入れた入れた、イエーイ。このスライムはもしや話のわかる、はっはっは、冷たくて気持ちのいい水だったな。頭がすっきりしたぜ。シド、君はやはり少し変わっているな。私はもう手足がかじかんで。いや、背後背後。お主ら人間ではないか。どうやって忍び込んだのじゃ。ち、敵に見つかったみたいだな。どうする、首でも締め上げるか。スライムの首がどこかわからない。いや、こいつ多分大丈夫やろ。ま、待て、スライムに首はない。そしてよく見ればお主はアネッサ。首はない、冷静に。え、知り合い。お、あ、この間助けてくれたのもこの人ってこと。おお、やはり方法様でしたか。敵に捕まったのかと心配しましたが。ってことは別の人間が捕まったってこと。この方が敵軍に潜入していた我らの仲間、方法様だ。どうやら潜入の成果はあまりないようだが。何を言う、長きにわたる潜入生活でわしは倉庫掃除を任されるに至ったのじゃぞ。そんな長い間おった。掃除ね、めっちゃ雑用やん。あまり時間がありません。私たちも手伝いますから、すぐに十魔兵団の弱点を探りましょう。うん、そうか。ではお主たちにこれを授けよう。潜入生活に欠かせないすごい道具じゃぞ。何、変化の杖。おお、合ってた。変化の杖を手に入れた。やった、何に変化できる。私あれがいい、ベビーパンサーがいい。私説明は後じゃ。早速変化の杖を使ってみるがよい。ほら、十魔兵団やけんさ。え、どこ行った、変化の杖。十魔兵団やけんさ、私ベビーパンサーになりたい。取り出す。ほっしゃ。なんで大きい槌なん。ははは、どうしたんだいな、急におかしな格好になりやがって。いや、みんなね。ほっほっほ、見たか、変化の杖の力を。それは自分の姿を変えられる杖なのじゃ。そうか、ムンピタル敵を引きつけてくれたスライムも本舗様だったのですね。魔物に化けておれば敵と会話し情報を聞き出せよう。人間に化けても意味がないから注意せよ。それと魔物に化けても攻撃ができるからな。暴れたいなら元の姿に戻るのじゃ。さて、早速十魔兵団の弱点を探りたいところじゃが、この船の牢に人間が捕まっておるようなのじゃ。まずは牢を探し救出するとしよう。牢はそこの扉の先にある。牢板を見つけ中に入れてもらうのじゃ。変化の杖で変身。変化の杖を使うと様々な姿に変身できる。魔物の姿なら魔物に話が聞けるかも。あ、いろいろと変われるってこと。ふえへー、イエティー。え、イエティーか大きい土ってこと。やだ、じゃあ大きい土がいいよ。様々じゃないやん。え、スライムになった。スライムになった。何種類あるの。3種類かな。じゃあ大きい土がいい。大きい土で動こう。種類が少ないな、まったく。めっちゃ文句。なになになに、え、なに、なんか袋取ったんだけど、それはどういう、これか。あ、違う、間違えた。ボタン間違えたわ。何で攻撃したの、勝手に動いたのか、私わかんない。どうも、俺たちは十魔兵団。鋼鉄の肉体と最強の気概に追われた無敵の軍団だ。なんか新鮮、話せる、いっぱい。お前、ハーゴン様に会ったことあるか。ハーゴン様ってどこにいるんだろうな。一度お会いしたいものだ。俺たちは十魔兵団。何、同じこと喋りやがって。もっと工夫してよ。総攻撃はまだなのか。俺が兵団長ならとっくに攻めてるぜ。まったく、もたもたしやがって。え、もしかして牢板ってアルミラージなん。絶対超弱いやん。そんなやつが牢板でいいんすか。おーおー、おいら腕短くて追い目使えない。ちょっぴり悲しい、かわいそうに。だから手あげてるの。俺たち十魔兵団。何、そんな自己紹介いいから別に。ねえねえ、話そう。この大弓ってやつは俺たちが使うには複雑すぎる。こいつはただの飾りだぜ。マジで使えないの。
なるほどね。なんだかんだヘッポコなんだな。キュッキュッキュッ。なんでおめえたち、牢屋に寮でもあんのか。用がなければこんなところに来るわけないだろ。さっさと中に入れやがれ。シド、お主は黙っておけ。ここはわしに任せるのじゃ。誰が誰かわかんないよ。バラバラになってくれ、みんな。なになに、おめえ何をキュッキュ言ってんだ。どうかしちまったのか。まあ言いたいことは分かったぜ。牢屋に興味があるなら見学、ん、牢屋に興味があるから見学したいんだな。どっちにしてもおかしな奴らぜ。行きたいことわかるんかい。やったー。まあ減るもんじゃね。興味があるなら入ってみろよ。フルソして本当にぶち込まれるなよ。人間を助けたいと思います。どなたかしら。なんか着物みたいな格好しとる。着流し。誰です、あなたたち。銀玉の銀ちゃんみたいな格好しとるね。はあ、ついに処刑される日が来たのだ。破壊神様、どうか僕をお導きください。ふん、変化を解かなければうまく話を聞き出せないようだな。この中で戻って大丈夫なの。R で姿が戻る。うわ、誰です、あなたたちは。僕は銀融詩人のプットです。食べ物を探してこの船に忍び込んだら捕らえられてローンに入れられてしまったんです。我らはジューム兵団の弱点を探している。何か情報を知らないか。そうですね、情報は魔物から聞くしか手はないですが、魔物たちはみんな口が固いんです。でもここに不満がある魔物なら何か話してくれるかもしれません。狙いをつけて声をかけるといいでしょう。では行くぞ、エナ。みんなに変幻の杖を使うのを忘れるでないぞ。このまま魔物の餌になるのはごめんです。僕も情報収集のお供をさせてください。お、プットがついてくるように。じゃあ行こう、みんな。でかいでかいでかい。さあ大木槌で行こう。お邪魔しました。早く交代の時間ならねえかな。牢屋版は飽き飽きだぜ。人数が増えてることには触れないんすか。大丈夫っすか。お、イラついてる。なんだお前ら、見ない顔だな。さては新入りか。そうそう、貴様偉そうだな。いいからとっとと十魔兵団の弱点を吐け。ちょっと、シド、いいからお主は黙っておれ。わしに任せ。なんでそんなキュッキュッキュッキュいいよ。自分をいじめるリカントに仕返ししたいから弱点を教えてくれたと。グッハハ、お前いい根性してるな。だがそんなこと俺にもわからん。そういうことはいつも看板の後ろでイジイジしてるイエティあたりが詳しいんじゃないか。そのイエティに会いたきゃそこの階段を上がって甲板でな。甲板の扉に入ればきっと会えるぜ。ふんふん、そこの階段、どれ、そこの階段、これ。お、なるほど、上がります。お、いた、こいつかな。あれ、違う、こいつじゃない。うじうじしてないわ。この船も大ボロだけど、兄弟に俺たちは修復なんかしないんだ。修復だってものづくりだろ。ものづくりっていうんかな、修復は修復じゃね。ぬはは、貴様まさか志願兵か。志願兵は大歓迎だぜ。いや、そういう感じではないけど、うん。お、自由に出入りできるやん。じゃ、そこの人とも話してみ、危ない。危ない、人間の姿になっちゃった。そう、走ろうと思ったんやけどね。なるほどね、走れないんだね、魔物の姿では。オッケー、危ない危ない。お前らは地元の魔物か。ここは今ジューム兵団の拠点みたいなもんだ。遊びたいならよそに行ってくれ。地元の魔物やって。地元とかあるそういう感じ。面白いね、なんか魔物の世界も。ふう、でも目の前で人間にならんくてよかった。で、どこって、あ、こっちか。こっちのこの扉の先かな。ほっ、入ります。バカバカだな。ぼやいてるわー。あ、痛い、エティ。ん、なんだよ、何か用かよ。え、自分をいじめるリカントに仕返ししたいから弱点を教えろっていうのかよ。僕はよ、性格はジメジメしてるけど仕返しとか考えるタイプじゃないんだよ。そういうことはこの船で一番赤くて陰湿なリカントマムルさんに聞いてみなよ。リカントマムル、誰だい。陰湿なんやって。赤くて陰湿なんやって。どいつやどいつや。うい、もうあいつか。戦いは頭を使わねえと。
どんな感じ？おう、新入り、どうだ？元気に悪女を働いてっか？ムーンブルクの奴らなんざ、所詮は勝つ気のない雑魚だ。じわじわ攻め立って苦しめてやるだけさ。貴様、いいから黙って十万兵どもの弱点を吐きやがれ。くっはっは、なんだ新入り、お前元気いっぱいじゃねえか。俺は威勢のいい新入りが大好きだ。俺たち、ジューマって呼ばれてる者は、みんなケルフソフトしてるんだろ？これは防御力も高いが、同時に弱点なのさ。火でもつけられちゃ、燃え上がって戦いどころじゃなくなるぜ。俺たちジューマは火に弱いってわけさ。おー、私正解やん。くん、指導め。わしが長年調べていたことを、いともたやすく聞き出してしまうとは。ジューマ兵団の弱点は火のようだ。あゆな、火を扱える魔法兵器を何か考えつかないか？ひとまず敵の弱点は分かった。みんなで城まで帰るとしよう。おお、なんか思いついたよ。ギラタイル、魔物たちの侵入を炎の力で防ぐ兵器。スイッチに反応して火柱を上げる。すげえ、ギラやってギラ。さあ、それじゃあとりあえず帰りますかね。結構広いんやね、ここ。はい、それじゃあムーンブルクへワープ。イエーイ、スライム、スライム。あ、そっか、二人増えたんか。うおー、なんということじゃろう。ムーンブルクの城が復活しておるではないか。やるのはいいな。おじい様。おお、そういう関係。わしの可愛い孫娘見たよ。よく無事でおったの。よくぞ、よくぞ戻った。わしはお前の帰りをずっと待っておったぞ。あ、幼なじみ？あ、そういう。ムーンブルクの知恵袋、ホッホが戻ってくれば着任できた。これから城のために力を尽くしてくれ。あゆなよ、わしはもとより教団なら信じておらんかった。わしも見たとここに住み、ビルダーになるぞ。おお、教団を信じないなんて、ビルダーになるなんて、なんて恐ろしいことを言うご老人だ。ラララー、ハーゴン様、僕はこれからもあなたを愛し続けます。大丈夫この人。ぬが、なんじゃその呪わしい歌は。まさかお主、魔物ではあるまいの。今仲間に加わってますこれ。加わってないやろ絶対。全然ほら、ハーゴンに忠誠を誓ってますけど今。どうなの。さあ、でもとりあえずアイナさん、ジューマ兵団の弱点を探ってくれたのですね。ホッホさんも連れてきてくださるなんて。ホッホさんは散歩に出て行方不明だと聞いていたのですが、まさか敵方のスパイをしていたとは。やつはわしの幼なじみでな、必ず帰ってくると信じておった。ホッホ様にはずっと敵の内情を探っていただいていたのだ。君たちがここに来る前からな。へえ、じゃあ一応そういうことはしよったんやね。さてアイナ、君が思いついてくれたギラタイルはどうやって使うのだ。まさかずっと火を吹き出し続けているわけではあるまい。ほう、仕掛けを用意して敵が仕掛けを踏んだ時に起動するようにすればいいか。君のことだ、その仕掛けも考えてくれるのだろ。全部私任せ。ではアユナ、魔法の作業台でギラタイルを作り、ひらめいた仕掛けと一緒に設置してくれ。そしてデジロの設計図を完成させてしまおう。スイッチが作れるようになるってことかな。お、思いついたよ。なんか新たなレシピ。床スイッチ、地面に置くボタン、踏むと近くの装置が動作する。色を変えられる。ふんふん、まあ色はいいけど。スイッチの使い方、床スイッチを踏むと近くのトラップが一斉に作動する。ギラタイルはスイッチの近くに置こう。まあ横とかってことかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録よりグッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこれでいつでもさ、モンスターの姿になれるようになったけど、これで周りの反応変わったりとかはせんのかな。